光り輝く霊薬。建国315年を迎えるハードランドの花の都カーマゼンには、いつも新しい歌や踊り、絵画にファッションなどが集まり、人々を魅了していたの。人々がそれ以上に関心を集めるのは、やはり悲しいかな人の噂話。ゴシップやスキャンダルの類であることも珍しくはない。特に地位や名誉のある人間が落ちぶれていくような話題には、人々の好奇の眼差しが向けられるのだった。サンジェルマン様、どうしたんですか？まだお返事をしていなかったとは。また王宮の研究所の方が来ていましたよ。毎日5時に仕事を切り上げられても、他の研究員との連絡がつかなくて困ると。ああ、そうですか。さぞかし困っているんでしょうね。はあ、そうですかって、それで済む問題じゃありませんよ。じゃあ、留守を頼みますよ。坊ちゃま。そんなことより、フランツ、見てください、このカーテン。きっとゲオリクのあの家にぴったりです。はあ、楽しみだ。あのですね、そんなところでぼんやり見ていないで手伝ってくれませんかね。これを玄関の馬車まで運んだら、僕の貧弱な腰が折れてしまうじゃないですか。はあ、こら、お前たち、サンジェルマン様の支度を手伝ってくれ。やれやれ、また坊ちゃまの思惑通りか。号外、号外だ。北三番街にとんでもない悪党が現れた。皆さんよくご存知の王侯なる紳士ヨハン・パウラーの詐欺事件。高齢術で死者を呼び出すなどとのたまって、遺族から莫大な金を巻き上げた極悪人だ。あの真の紳士と謳われたパウラー教が、うさんくさい魔術実験と詐欺に手を染めたスキャンダル。さあ、号外、号外だよ。すみません、ちょっとここで止めてください。はい、ありがとう。お兄さん、タウラーさんの知り合い。え？どうして？それ、王立研究所長のバッジでしょ。外しておかないと、今度はお兄さんがスキャンダルの種だよ。本当だ。僕ったらすっかり。僕のスキャンダルの時も号外をよろしく。任しといて。どれどれ。詐欺罪及び魔術禁止令への違反により無期懲役、あるいは死刑の可能性もありですか。やれやれ、僕の仕事の方がよっぽどどうにかしているっていうのに。タウラー卿は数回お会いしたぐらいでしたが、分別をわきまえた紳士でした。彼はただ死者を生き返らせ夢を見せただけ。一目でもリリスに会えるなら、
屋敷を売り飛ばしていたかもしれませんね。いいのかな、朝っぱらからこんなことしてて。俺の勝手だろ。おい、強く引っ張るな。もう一度聞くけど、本当に錬金術を知りたいの？何度も言っているだろう。いい大人がこうやって頼んでいるんだ。こうやってって言われても、なんだか偉そうなんだけど。当たり前だろう。俺がお前の主人なんだからな。それより、この国の錬金術禁止令は知っているな？だけど、正直驚いたよ。フェザーランドでは魔術も錬金術も日常風景だからね。だけど、ハードランドでは魔術禁止令、錬金術禁止令に背いた者は即刻死刑だって話だろ。ああ、私の父親も医者だったが、薬の調合をするときに参考にしていた錬金術関係の書物は厳重に隠していた。リリスにも魔女の疑いがかけられ、あんな目に遭っている。これが表にバレたら、俺もその時には処罰の対象だよね。そこまでのリスクをゲオリクのために負うんだ。錬金術を教えるには条件がある。なんだ？一つ、俺以外には使用人を雇わない。二つ、俺を解雇しない。約束してくれる？いいだろう。それにお互い錬金術のことは絶対に他言無用だ。何かあったら、全て医学実験だと言い張れ。王宮医師団の立場は、利用できるだけ利用するんだ。わかった。医学実験だね。いいか、ゆっくり降りろ。不穏な物音がしたら、リリスが怯えてしまうからな。わかってるって。で、俺はリリスに会えるの？ダメだ。それは避けたい。お前が少しでも怯えた様子を見せれば、リリスは傷ついてしまうだろう。さすが、お嬢様だね。俺なら、ずっと一人で地下にいたら、退屈で死にそうだけどな。リリスは今とても弱っている。実験もなるべくリリスを刺激しないように進めたい。弱っているって言われても、あの姿で生きているだけで十分丈夫なんだと思うけどね。何をしている？こっちだ。ゲオリク、この部屋は？
そこの扉は錆びついていて開かない。祖父母の代から使っていないらしいから、父も面倒で放っておいたそうだ。屋敷が広いとそんなものなのかな。じゃあこの部屋は？ああ、そこは父の書斎だ。その部屋は俺が鍵をなくした。おかげで長らく開かずの間だ。大丈夫、鍵はちゃんとあるよ。おい、無理なことはやめろ。いいからいいから、ちょっと試させて。開いた。俺が父上から預かった鍵とは違う鍵なのに。それに、なんだこの部屋。これはどこから見ても錬金術師の部屋だ。この湿潤の炉も鉱石も書物もまさに生きている遺産だよ。感謝しなきゃ。この大きなお屋敷以上に価値のある贈り物だよ。これはアタノールという反射炉だ。これを使っていろんな薬や合成物を取り出す。アタノール、錬金術のための聖なる炉、哲学者の卵を加熱するための反射。まだまだ綺麗だし全然使えそうだ。ほら、ここから火を入れて。気安く触るな。これは父上が最後に触った時のままの状態だ。でも道具は使ってこそ、本は読んでこそだよ。それにしてもさすが偉大な錬金術師、ウルフガング・ザベリスクの研究室だ。これがオリジナルか。俺、写本なら見たことあるよ。それほど有名なのか。あ、錬金術の名著らしいよ。知恵の円形劇場、ウルフガングの著作、錬金術の心得から最終的な奥義までを説いた図版の豊富な本、本作での基本の書物。小さな頃に読んだが、私にはよくわからなかった。それに小難しい演劇論かと思ってな。難しいことは確かだけど、動詞にだけ分かるよう暗号化していたんだ。お父さんから何も聞いてないの？この部屋のことも？俺がまだ小さい時はな、いろいろ話して聞かせてくれたものさ。俺がまだいたずらをして屋敷のあちこちをひっくり返していた頃には、俺が大きくなったら二人で世界中を見て回ろうと、俺を膝に乗せて嬉しそうに話してくれたものだった。しかし、魔術師や魔女を迫害し、科学や技術を国が推し進めると、父はとても寡黙になった。その時以来研究をやめ、俺や母上の外出に神経質になった。ザベリスク家といえば異端者の家系とまで言う奴が現れる始末だ。
俺の好きだったあの目の輝きは失われた。あの日からこっそりといくつもの書物を焼き捨て、薬瓶を割り、鉱石を埋めた。母上や俺、そしてまだ生まれていなかったリリスの未来を守るため、父は変わった。多くの弟子が家を出て行った。進めていた薬の研究をやめ、見ていた患者への診察もおざなりになっていった。父が工夫を凝らして作っていた蒸留酒は、買ってきた安酒に変わった。そんな父上を見ているのが嫌だった。いつしか自分も父上を避けていた。だから、父上のことを俺は本当には知らない。きっとこの家の中に他にも暗号が隠されているはずだよ。錬金術師にしかわからない錬金術師の言葉で記されているのさ。この部屋の鍵のようにね。なぜそんな手の込んだことを。普通は同志だけで知識を共有するためだ。部外者はやんわりお断りなんだよ。父は俺にまで手が回ってくることを恐れたのかもしれないな。そのまま残せば負の遺産になってしまうかもしれないからな。少しずつ読み解けるかもよ。ウルフガング・ザベリスクが本当に残したかったものを。これはコバルトに水銀、猛毒ばかりじゃないか。父上はこの部屋でこんな毒薬を見つめながら死の直前まで悩んでいたんだろうか。どうだろうね。そうかもしれないし、うまく使えば賢者の石を作ることもできる。要は使う人間次第さ。じゃあ始めよう。これから簡単な薬を作ってみる。これはアクアウィータ、蒸留酒のようなものだけど、この中に生命を活性化する需要が溶けてる。刺激は弱いから小さな生き物にも使える。皆さん、どうしたんですか？お前か。相変わらず驚かせてくれるな。やだな、そんなに驚かないでくださいよ。あれだけ厳重に戸締まりしたってのに、お前一体どうやってここに。そんな泥棒を見るみたいな目で見ないでください。別に簡単なことですから。合鍵ですよ、合鍵ね。思い出しました。この屋敷の合鍵、僕が預かってたんですよ。そういえば、そうだったか。でも何ですか、この変わった研究室は。それに、こんな昼間から地下にこもって。それは。医学実験だ。どんな実験なんです？ある薬を合成する実験だが、まあ、
見ていてもつまらないだろうから上で待っていてくれ。わ、新薬の開発ですか。とんでもない、ぜひここで拝見したいですね。私はいないものだと思っていただいて結構ですから、どうぞどうぞ。どうぞと言われても、そのいろいろと秘密が。大丈夫、僕が見てもきっと何のことかよくわかりませんから。よし、じゃあ彼にも共犯になってもらおう。貴様、舌の根も乾かないうちに。実は今から錬金術の実験をするところなんだけど。なんだ、そんなことですか。あ、なんですって。面白そう。僕も見ていっていいですか。お前、バレたら重罪だぞ。じゃあここだけの秘密ってことにしときましょうよ。さあさあ、僕も偽金誕生の瞬間を拝みたいです。偽金じゃない。ここからはあんまり余計なことを喋らないでよ。そもそも一口に錬金術って言っても金を作るだけが目的じゃないんだ。錬金術はこの世のすべての物質や生命の成り立ち、すべての根源に共通するエネルギーの根源を取り出すために万物の根本に迫る学問だ。そう、真の錬金術とは金銭や己の出世欲に関わらず研究されるべきなんだ。偽金を作りたいとかそういうのはダメなんですね。ダメっていうか、研究者のためのものだから。出世欲や戦争や死や痛みから逃れたい人間が錬金術にすがっても、その人間には表面の薄っぺらいところしかわからず途中で投げ出してしまうって俺のじいちゃんは言ってた。研究は本来純粋なものですからね。一番最悪なのはそれに権力や支配が絡んだ時です。しかし俺は医者だ。ましてや今はリリスの命がかかっている。研究のための研究、本当はそんな綺麗事じゃやってられない。リリスを元通りにするためにすがるような思いでやっているんだ。ギョーリク、どうしたんですか。あまり楽しそうじゃありませんけど。いや、そんなことはない。まさか本当に偽金作りを思い詰めてるんじゃ。バカ言え。今月は3月、来週から4月だ。春は錬金術の実験を始めるのに一番いい。なぜです？
春は芽吹きの季節だからさ。夏、その研究の成果が健やかに育って、秋、知識の実の収穫がある。そして冬、新たな実験のために記録や分析をして、次の春のために種をまいておく。理にかなってるでしょ？それでは、今始めなければ、また一年棒に振ってしまうというわけか。星座や潮の満ち引きも関係するから、自分の都合だけでは決められないよ。見ていて。これは無色透明な液体のようだけど、宝石が溶けているんだ。薄くね。うわぁ、光ってる。この液体には特別な力がある。と言っても、弱った小さい生き物を回復させる程度だけどね。これはアクアウィータだ。元ある宝石を液体にすると飲めるようになる。ゲオリク、飲んでみる？いや、遠慮しておこう。はい、僕飲みたい。サンジェルマンやめろ。あのさ、ゲオリク、俺のことを信じてないの？そんなものをいつの間に。通りで拾ったんだ。巣から落ちてたのに、親鳥がいなかったから。飲んでる。うわ、すごい。驚いた。恐ろしいほどの速攻性だ。これでも錬金術の処方。海の向こうではこんな子供だってやっていることだ。それならこの国で医者として研究を重ねているこの俺にはたやすいことのはず。降りておいで。よしよし、いい子だ。ティモシー、その鳥を私に預けてくれないか？え、どうして？いや、その、少し飼ってみたいと思ってな。いいよ。ちょっと意外ですね。でもさ、ゲオリック、新しいペットもいいけど、これから研究で忙しくなるんだ。そんな場合じゃないと思うけど。うるさい！情が映っちゃったんですね。しかし、錬金術のことは人に知れたら首が飛ぶんだ。そのことを忘れないでほしい。俺のためでもあるし、お前たちも共犯だ。わかりました。秘密は守りましょう。
でもどうしてそんな危険を犯すことになったんです？リリスを救えなかった自分が情けなくてな。そんな、あまり自分を責めないでください。辛いことがあったとき、何かに没頭するのは良いことです。それは僕もよくわかっています。僕は機械専門ですから錬金術のことはわかりませんが、あなたが殺されそうになったら今の薬を君に持っていきたいです。サンジェルマン、俺は自分可愛さに研究しているんじゃない。わかっていますよ。もちろんわかっていますから。もし万が一疑いを持たれたら、疑いを晴らすように証言しましょう。それをあなたの生涯の友として誓いましょう。サンジェルモン、罪を償って生きる、そう考えるには俺の罪は重すぎるのだろうか。僕は与えられた地位も名誉もそれほどありがたく思いませんでしたが、あなた自身に危機が訪れた時に最大限利用できる、それだけでも良かったと思えてきました。ゲオリク、この鐘の音を聞くと心が落ち着きませんか？俺は田舎暮らしの時の鳥や虫の声の方が心が安らぐがな。またカーマゼンでの暮らしにも慣れますよ。それにどうです？僕の選んだ新しいカーテンはやはりこの家にぴったりだ。ああ、カーテンのことをよく気がついたな。幽霊屋敷のままじゃ君の精神衛生にも悪いかと思ってね。俺はそこそこ気に入っていたがな、カーテンの虫食いからこぼれてくる日の光も悪くない。やれやれ、天の弱ですね。そういえば今日、タウラー卿が捕まったそうですよ。昼間号外が出ていました。本当か？あの温厚なる紳士が。私はもう読みましたから、どうぞ。彼とは話したことがある。父ウルフガン・グザベリスクの良き友人だった男だ。気のいい紳士だった。彼に会ったのはだいぶ昔だったが、子供心に彼の美しいステッキさばきには夢中になってな。父のステッキをくすねては随分練習したものだった。いつか自分も牢獄か処刑台行きだと笑って嘘吹いていたが、本当になってしまったのか。ギョリク、
こう言っては問題なのかもしれませんがね。僕は何かこう、陰謀めいたものを感じます。誰かが彼を陥れたんじゃないかってね。あ、ありがとう。どうでしょう。今回の事件は、何らかの警告、あるいは、名誉毀損を目的とした陰謀。そうは考えられませんかね。随分とタウラー教の肩を持つんだな。実は、僕も昨年の暮れ、彼から降霊術に誘われたことがありました。本当か？ええ。ただその時はお断りしました。なんだか信じられなかったし、あまり興味もなかったのでね。私も母を小さい時に亡くしてますけど、術で死者を呼び出してまで話したいとは思わなかった。でも、今の僕だったらきっと、リリスと話すために大枚をはたいて。ああ、家さえ売り払ってしまいそうです。サンジェルマン、やめてくれそんな考えを。すみません。ただ、彼は愛するものを亡くした人間に夢を売っていたんだと思うんです。それに比べて、僕は国の研究所で殺人兵器を開発し、多額の報酬を受け取っている。それなのに、僕は合法で彼は違法だ。それが、とても悲しかったんです。ギョーリク、あなたの新しい研究を、僕は祝福しますよ。ああ、俺もできることなら、もう一度父上と話したい。たとえそれがどんな疑わしい方法であっても。思いが強ければ、手段を選ばなくなるのが人間だからな。ところでサンジェルマン。お前はもう知っていることかもしれないが、俺の父親は表向き事故死ということになっているがな。実は俺は他殺の可能性があるんじゃないかと疑っている。え？どうしてですか？今はまだ言えない。俺はこの家で最後の男になってしまった。これだけは確かだ。俺もいつ何時殺されるかもしれない。その時には、お前にザベリスク家の遺産すべての相続人になってほしい。あ。そうですね。嫌です。
サンジェルモン。あのですね、ゲオリク。一体何を考えているんですか？錬金術のことが知れただけで、死刑は確実だ。お前が俺の財産すべてを受け取ってくれるなら、俺も安心できる。ゲオリク、お願いだから死ぬだなんて言わないで。あなたにどんな呪いがかかっていようが、陰謀に巻き込まれようが、絶対僕が助けに来ますから。すまない、サンジェルマン。欺くようなことをして。お前のように優しい男を、こんなことに巻き込むわけにはいかないからな。しかし、合鍵が使えなくなったことを知ったら、お前はどう思うだろう。リリス、起きていたのか？ええ、眠れなくて。だって、ここから聞こえたのよ、サンジェルマンの声が。リリス、ここからあの研究室まで何枚もの扉に隔てられているはずだ。それなのに、よく聞こえたな。だって、退屈なんですもの。小さな声だったけど、一生懸命耳を澄ませていたのよ。懐かしくって、嬉しくって、叫んでしまいたかったわ。でもね、我慢したの。だって、サンジェルマンには、この姿を絶対見せたくなかったんだもの。リリス、すまない。さぞ辛かっただろう。大丈夫よ。兄様がきっと、私を元に戻してくれるんですもの。これも聞こえていたかもしれないな。ああ、お薬を飲ませて元気になったんでしょ？聞こえていたのか。この子をどうするの？兄様が飼うの？それなんだが、この部屋に置いてやってくれないか。では。かわいそうかもしれないが、あの時ティモシーが拾ってきてあの薬を飲ませなかったら、どのみち死ぬ運命だったんだ。ティモシー？ああ、あの駒使いの子ね。でも勘違いしてはダメよ、兄様。命を救ったからって自由を奪ってもいいわけじゃないわ。耳の痛いことを言うな。
この鳥はお前の体が治って普通に暮らせるようになったら、また空に帰そう。それではどうだ。え、それならいいわ。リリス、俺は明日から王宮の医師として正式に仕えることにした。週末は休みだが、基本的には毎日昼間は家を空けるようになる。お前には黙っていたが、借金も残っていた。それを返さなければならないし、今の俺の力ではまだお前を治すことができない。そうね。でも大切なお仕事だもの、仕方ないわ。兄様、ごめんなさい。私に何もできなくて。借金のことは知っていたわ。ギュントリンクのあのキャンディーの人が私にそう言ったんですもの。ダッシュウッドか。あの男、そんなことまで。いいのよ。私だって本当のこと知りたかったんだもの。ところで兄様、せめてこの子、カゴから出してあげて。ダメだ。お前の目や鼻をつつかれたら困るからな。嫌だわ。怖いこと言わないで。そうだな。悪い。自分で言ってて少し怖くなった。兄様らしいわ。大丈夫よ。私、この子とは仲良くできる気がするわ。この子に名前をつけましょう。何がいいかしら。あ、そうだわ。シェラザードはどうかしら。いい名前だ。小さな歌姫にはぴったりだ。シェラザード、その歌声で世の退屈を紛らわせておくれ。とても素敵な歌声ね。大丈夫よ。お前の歌う歌がなくなっても殺したりしないから。その日からリリスの部屋に小鳥のさえずりが加わった。小鳥は何を見ても何を聞いても秘密を漏らすことはないが、リリスがこの屋敷に生き続ける限り、いつの日か彼女を次に目撃する者が現れるだろう。闇の中に眠るリリスの寝息がゲオリクにとって次第に安堵と不安を同時に感じる材料になっていったのだ。レビス、対立した二つの概念が本質を失わず第三のものに調和すること、主に両性具有によって表される。